ヘンリー・ジェイ・ハント、ヘンリー・ジャクソン・ハント、1819年9月14日から1889年2月11日は、南北戦争の時のポトマック軍砲兵隊長である。同時代の者たちからは、南北戦争最大の砲兵化かつ戦略家と考えられ、放火の権威となって、初期近代軍における、砲兵隊の組織と利用法について、マニュアルを書き直した。 その勇気と戦術によって南北戦争の中でも最も重要ないくつかの戦闘の結果が動いた。ハントはミシガン州デトロイトの辺境全焼基地で不評の職業士官サミュエル・ウェリントン・ハントの息子として生まれた。その名前はおじでデトロイトの二代目市長だったのヘンリー・ジャクーン・ハントからもらった。子供時代の1827年、父に伴われて 後のカンザス巡州まで遠征し、レブンワーストリデを建設した。ハントは1839年に陸軍士官学校を卒業し、第二アメリカ砲兵隊名誉将尉に任官された。ウィンフィールド、スコット将軍の下で米北戦争に従軍し、コントレラスやチュルブスコの戦いでの勇敢さで大尉に名誉昇進し、チャプルティペクの戦いでは少佐に名誉昇進した。 1857年のモルモン教徒に対するユタ戦争では第二アメリカ砲兵隊と共に参戦した。正規軍の大意と詳細への高級的昇進はそれぞれ1852年と1861年のことだった。ハントの専門分野における習熟度は偉大であった。1856年、軍隊のために野戦砲兵協連と戦術を改定する三人。 委員会の一人となった。この三人、ハント、ウィリアム・ H ・フレンチ及びウィリアム・カイ・バーリーが書いたマニュアル、野戦砲兵のための説明書は1861年に陸軍省が出版し、戦争中北軍野戦砲士たちのバイブルになった。不評旅団が砲兵大隊をもって密接に支援させる組織原理の主要な提唱者だったが、このことで以前は、 死団や軍団に付けられていた、砲兵大隊を、より略的統制のために、軍隊レベルに、砲兵予備隊として付けられるようになった。ハントはまたその保守的気質を反映した、砲兵演習の提唱者でもあった。砲兵の集中した力で不評による襲撃を、跳ね返せる、マルバンヒルの戦いやゲティスバーグの戦いにおける、ピケットの突撃にしたようにことは認めたが、 法手たちにはゆるり慎重に発砲することを勧め、平均して1分間に1発以上放った場合は、検疾した。発砲の間隔を早くすれば、目標に対する精度を損ない、弾薬を補給できるよりも早く消費してしまうと、考えた。発砲速度の速い報酬に、若者よ、お前が打ち出す砲弾が1発2.67ドルかかる、ことを知っているか、といったという話が残っている。 ハントにとって、発砲速度が速いということは、砲仕たちが十分に、勇敢ではなく、戦場にいることに耐えられないので、補給のために、前線背後に退きたがっているのだということを、意味していた。ハントは1861年の第一次ブルランの、戦いで、その4門の大隊が、至近距離の砲撃戦を行うことにより、北軍の撤退を遮蔽したことである程度の名声を、得た。 その後まもなく、ワシントン DC を防衛する、北東バージニア方面軍の砲兵隊長になった。ジョージ・マクレラン少将の参謀大佐として、ハントは、ポトマック軍予備砲兵隊の編成と訓練を行い、これを率いて、半島方面作戦で戦った。南北戦争を通じて、ハントは、砲兵という武器を使うことでは、どの士官よりも効果的に貢献した。 マルバンヒルの戦いではその方兵予備隊で340門の大砲を使って繰り返される南軍不評の襲撃を撃し、北軍の不評ではほとんどできなかった身震いするような効果を上げた。ハントは60門の大砲を自ら指揮し、それが一つの大隊。北軍では通常1個大隊は6門であるかのように働かせた。 サウス山の戦いの翌日である1862年9月15日、ハントは志願兵の順将に昇進し、マクレランは迫りくるアンティータムの戦いのためにハントをポトマック軍砲兵隊長に据えた。この戦いでハントは砲兵予備隊を使って大きな効果を上げた。12月のフレデリックスバーグの戦いでは、スタフォードコーチに据えたその大砲が、 ロバート・イーリー将軍がラッパ・ハノック川を越え北軍に反撃できる可能性を効果的に排除した。1863年5月のチャンセラーズビルの戦いに至る時、ポトマック軍の指揮官になったジョセフ・フッカー少将の覚えが悪くなり、砲兵予備隊の直接指揮から外れ、実質的に管理的参謀の役割になってしまった。この礼遇から生じた砲兵隊における 協調性の無差がゾッとするような北軍敗北の重要な要素になったと認識されている。フッカーは戦闘の三日後にハントを元に地位に戻したが、結果を出すには遅すぎた。ハントの南北戦争における最も有名な功績は1863年7月のゲティスバーグの戦いでのことだった。ポトマック軍の新しい指揮官、ジョージ・ミードはハントのことを非常に高く買っており、 砲兵隊の指揮で大きな裁量の余地を与えただけでなく、場合によってはその個人的な代理として用いた。例えば7月2日、ミードは半島第3軍団指揮官ダニエル・シックルズの元に送り、その方御船を命令に従うようにさせようとした。シックルズが防御を命じられていた。セメタリー・リッチからピーチオー・チャードへの命令を無視した動きが、北軍全軍の防御をかなり難しくしていた。 ハントは短期な政治家将軍に影響することができなかったが、その尾根における地形の専門家的な読みと砲兵隊の配置は2日目の北軍の最終的な成功には重要な要素となった。ハントの砲兵隊の扱いは7月3日のピケットの突撃を撃退した時に遺災を放つことになった。集中砲火を浴びたセメタリーリッチの北軍前線にあって、 反撃砲火のために弾薬を使い果たしていたで、アロー指揮官の圧力に抵抗することができ、やがて来ると分かっていた敵の攻撃に十分な量の対人砲火を残しておいた。反トの砲撃を止めさせる命令、第二軍団の激しい指揮官、ウィンフィールド、スコット・ハンコックからの強い命令に反してが、南軍に北軍の砲兵隊が破壊されたと思い込ませ、 その悲惨な突撃の引き金を引かせることになった。ハントはリトルラウンドトップの北にフリーマン・マック・ギルバリー中佐の砲兵隊を密かに配置しており、これが不評による突撃に大きな損失を負わせた。ハントはこの功績で正規軍の大佐に名誉昇進した。ハントはゲティスバーグにおける砲兵の役割について詳細な報告書を残した。 南北戦争の残り期間は、ハントにとって、活躍の機会がなかった終戦まで、バージニア州で従軍し、1864年から1865年にかけて、ピーターズバーグ包囲戦の包囲作戦を管理した。ハントは、志願兵の名誉少将と、正規軍の名誉順将への昇進を得た。1866年に、アメリカ陸軍が再編されたとき、ハントは、 第五アメリカ砲兵隊の大佐となり、砲兵局の高級的局長になった。1883年まで様々な指揮官職を受け持ち、その後アシントン DC にある軍人の家統治者となった。ハントは1889年に死に、軍人の家国立墓地に埋葬されている。ハントは野戦砲兵のための説明書以外に、ゲティスバーグに関する。 戦闘都市機関シリーズを表した。ハントの弟ルイスカス・ハント、1824年から1886年は南北戦争の寒歩兵隊で従軍し、1862年に志願兵の巡将となり、1865年に正規軍の名誉巡将となった。ハントはニュート・ギングリッチとウィリアム・フォース・チェン教長のもう一つの歴史小説。 ゲティスバーグで結出した存在として描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。